2020明治安田生命 J3 リーグ第10節ロアッソ熊本対バンダーレ八戸。それではホームロアッソ熊本のスターティングメンバー、ゴールキーパー内山、ディフェンス右から川原、小笠原、酒井、石川、相澤、右上村、そして伊藤俊が今シーズン初先発となりました。右に中原、そして真ん中に浅川、そして左谷口、続いてアウェーバンダーレ八戸のスターティングメンバーです。ゴールキーパー五道民、ディフェンス右から国分、川津、その横穂積、そして左に佐藤、アンカー深いところに国領、右新山、そして隣に前田、トップ右に8番好調の高見、そして連続ゴールの期待がかかる18番谷尾、左に秋吉です。ここも熊本も前からのプレスです。運んでいく、まだ持ち込む、シュートレンジに入る、左に叩いた秋吉、佐藤和樹、見事な左足、全くフリーのところから佐藤和樹中に絞り込んでいって叩いたところ、左足振り抜きました。中原、久しぶりに余裕のある形になった、中を通す、左を突く谷口、待ってる、シュートに行った谷口、同点、谷口海斗今季6点目。見事な同点弾。上村あるいはこの伊藤をどう使っていくか、外から熊本、左から右から中原が折り返す、そのままシュート、五度目こぼした、浅川が詰めている、切れ込んだ7番の中原のシュート、左で作っておいて中預けて、もう一度ワンツー、なんか狭いところを見せておいて、中原、赤い選手たちが上がっていく、中折り返す、ワンツー、左足、中原光る、アタックしてついに揺らした逆転ゴール。ばらけてきたか八戸、奪い返した、柔らかいボール浮かせておいて谷口が走り込む、中グラウンダー押し込んでいった、ターンできるか、落としておいて打ち込んだシュートは枠を外れていきました。谷口海斗、ファウルのホイッスルはなりません。くさびを入れる、谷尾からワンツー、シュート抜いて、これはノーチャンス、同点弾は意外な形。八戸が追いつきました。いつ出るかどう出すか、熊本切れ込む、中からカットにして大外、谷口へアウトサイド、中原ゴールに向かうボール、こぼれて、このミンシュートに行く、八戸必死で守る、
紙一重のところ、目安の6分へ。ひときわ長いホイッスル。先制したヴァンラーレ八戸、追いついて逆転のロアッソ熊本、そこを追いついてみせたヴァンラーレ八戸。